第3編第編章行ってみようか八平治は秋芸地の奥の腰抜け侍丹波八八郎の老宅を指さしました臆病が映りやすぜ親分そんな口の悪いことを言う八五郎です秋の日のいっぱいにさしている秋芸地の明るさ江戸一番の盛り場の真裏に こんなのんびりしたところがあろうとは思われないほどですが、この変化の多い町の姿や表裏の違いのあなはだしさが、明治の頃まで残った江戸の町の秘密だったのです。声をかけるまでもなく、老人丹波矢八郎は難縁に物の本を読んでおりました。その吸いついたような夢中な態度が、隣の路地に殺しがあっただけに、 なんとなくそらそらしくも見えます。田馬様、はいそうおせ世がでますね。平次は口ぼきりました。お、ゼニガタの。これはさすがに知らない顔もできなかったでしょう。ゼニガタ平次の顔は両国あたりへはよく売れている上に、先ごろのおはぎの殺しで一度は八頃に縛られた田馬や八郎とは。 いくたびか顔も合っているはずですすみませんが丹波様ずるよう拝借願えませんか平次は縁側の隅っこに腰を下ろしましたこれでよろしいかな八八郎は手を伸ばして机の上から蒔絵の古びたずり箱を取りました怪しげながら探精でよく洗ってあるのもたしなみですが墨は 親指ほどではあるが老木ガラスミのかけらに違いなく筆も一本一本よく洗って拭いてあります大層な品ですね丹波様は書をなさいますか?」。いや書というほどではないがとかく手習いが好きで演術へ精の出ないのが私の悪いところだそうで。 丹波や八郎は苦笑いすするのですなるほど八五郎に手もなく取って抑えられるようなことでは何百国の六を抜け抜けと判ではいられませんお読みになっているのは恥ずかしいが源氏だよこの頃の文字のある人が今日で考えるよりははるかに多く日本の古典を勉強しそれをまた大した自慢ともしていなかったのです。 丹や八郎を分弱に流れ感動されて恋文ばかり書いていたと言われるのはこういった好みの成果も分からなかったのですこの「すずりや墨」では怖くて足が拝借もできません他にザラ使いの品はございませんかすずりや墨にザラ使いもよそ行きもないよ八八郎は平治の愚かさを憐れむように笑うのですだがそれは声のない 決まり悪そうな笑いでした。「腰抜け腰抜け」と言いはやされておりますがこう話してくると決して嫌な男ではなく反対にその弱々し者のうちにはなんとなく高貴な感情の持ち主らしい人触りのデリケートなところがあって平地などにはかえって親しい感じを持たせますがこの高貴さと物柔らかさが当時の荒っぽい 旗本の次男三男の間から妻はじきされたことは想像に難くなく極端な無抵抗主義が元をなして腰抜けというありがたからぬあだ名まで頂戴したのでしょうところでお伺いしますが歯に衣着せずに足が聞いた通りの世情の噂を取り次ぎますがはあ、いいとも私は腰抜けで育児なしで母の仕送りを受けながら 恋文ばかり書いているという噂だろう八八郎は先をくぐってこう言うのですその青白い顔には公文とくしょぼとそしてほのかな警部の匂うのもなかなかに眼畜の深い表情でしたまあそんなこって銭形の親分がそう思うぐらいだから世間の人がそう見るのはまことにやむをえないことだよ実はな平治親分 私は少しばかり道楽があるのじゃよ味噌一文字だ歌を作ると言った方が早くわかるだろうへえボ様がそれも親の気に入らぬ一つの癖であったが今更この道を思い立って竹刀を握るわけにもいかないなるほどねそれがここに住むようになってからお隣付き合いでいつの間にやら若い娘たちと懇意になり おはぎと祭りに歌を作ることを教え込みこの半年ほど前から折々に添削をしてやっているのだよもとより手におはも整わぬ腰折れではあったが上手も下手もその道に打ち込む熱心に変わりはないその歌の添削が恋文と見えたものであろう現にここにもその見本はあるが八八郎は 手文庫の中から五六枚の朱の入った歌本を持ってきて見せるのでしたなるほどそう聞けばおはぎの荷物の中を調べた時恋文らしいものは一つも出てこずに主の入った歌のようなものが出てきましたが平治にとってはこの話は恐ろしいほどの衝動でした武芸が嫌いな故にその身分から 家庭までも失った文学青年が、その頃、江戸名物の一つであった、遊女や芸妓などよりは、はるかに、はるかに癒やしく無知なものと思われた、水茶屋の着身女に、味噌一文字の歌の作り用を教えていたということは、想像も及ばぬ不思議な事件だったのです。私が歌を教えたのは、祭りとおはぎの二人だけ、 分けても一番年の若い祭りは一番熱心で今までに何百選手となく作っているおはぎの方は怠け者でおしゃれで気が強くてお房と喧嘩ばかりしていたということだ後の女たちは一文普通でみそ一文字を綴る術を教えるわけにもいかなかったもっとも祭りとおはぎに歌を習っているということを口外せぬよう固く口止めしていたので お房やおろくやおはんはそれを私から恋文でももらうように思い込み女心のあさましさで私も八八郎から恋文をもらった私も私もととうとうこの丹波や八八郎は三百何十本も恋文を書いたことにされてしまったのじゃ嘘だと思うなら祭りに聞いてみるがいいあの娘はたった十七だが 学者の家で育てられているのでとんだ文字のある娘じゃ八八郎はそう言って伊田兵衛の彼方、智也の方を見あるのでした銭形平次はこの時ほどしみじみと敗北感を味わったことはありませんおはぎの能天を砕いたりお房の背後を刺したのはどう間違えてもこの男らしくはないのです第2章 驚いたね親分あの腰抜け八が歌の先生と人を殺せる柄じゃねえよそれにあの霧の板に塗った墨は二河のベトベトするアウソ墨だが丹波さんのすずり箱にあったのはさらりとした匂いのいい大木から墨だ平治と八五郎は空き地の外へ地震盤の前まで出ておりましたでも歌を作るから 人を殺さねえとは限らねえでしょう。それも一理屈だが、おはぎの頭を割ったのはどう考えてもあの人じゃねえよ。えおめえに組み伏せられたとき何にも持っていなかったと言うじゃねえか。その上おはぎは頭を割られて死んだのに、あの男は一つも返り血を浴びていなかったとも言ったぜ。それはそのとおりですが。 おふさを兵越しに刺した時だってあの辺りでおふさが男を待っているとは兵のこっちから見当もつかねえよ。ええ。八五郎はまさに一言もない姿でした。何より大事なことはおふさが路地に立って誰を待っていたかということだ。そんなことならおろくかおはんが知ってるでしょう。もう一つ二つ分からねえことがあるよ。こんなことです。おはぎが殺された晩。 おふさとおはぎはどんな着物を着ていたんだお茶組みですもの。装束はみんな主人のお式きですよ。同じ合わせに同じ帯。後ろから見ちゃおふさとおはぎはちょいっと見分けがつかねえほどで。肥料も都市格好も体つきまでよく似ていますよ。祭りやおろくやおはんは祭りはまだ子供子供しているし、おろくはよく太っているでしょう。おはんと着たら気性は激しいが。 骨とかはでひょろひょろしてます。すると、嫁と嫁じゃ、随分、おはぎとおふさは間違えられることもあったことだろうな。あしなんか番旅間違って怒らないしたよ。おはぎのつもりでおふさの肩を叩いたりして。もう一つ、おはぎとおふさはどっちがせっかちだおふさは気の短いのが自慢で、私は気が短いからなんて口癖に言ってましたよ。気の長えおはぎの方が、 湯が早いのか。あの時は喧嘩した後で腹立ち紛れに飛び出したんでしょう。いつもは二人一緒に行っても、お房の方が先に帰って、四半時も経ってから、ゆるゆるとおはぎが消えましたよ。二人は、路地の入り口に立っていると、何か買い物でもあるらしく、若い祭りがちょこちょこと小走りに出てきました。おうちょいと、おめえに聞きてえことがあるんだとさ、新潟の親分が。 八五郎はそれを呼び止めました黙って立って怯えたような目星ている祭り合わせも帯も例のおしきで何の変化もありませんがそう思ってみるとこの十七の娘にはどこか品のいいところがあり他の四人の着みにはない知的なものがひらめくのです。ののお店の方はどうしたんだ平次はつまらないことから尋ね始めました。 この騒ぎですものにさ日は休みでしょう祭りの黒い瞳には何の動揺もありませんおめえは歌を読むんだってねすっかり見直したよあらどこからそんなことをはんさんがそう言ったよ祭りはいかにも決まりが悪そうでしたいつ頃から始めたんだ子供の時から母に手ほどきしてもらったんですもの いい、楽しみだよところでゆんべおふさは路地の中で誰を待っていたんだおめえは知ってるだろうと思うが歌の話が殺しの話になると祭りの表情は固くなって急に口をつぐんでしまいました「言いたくねえと見えるなじゃあおはぎのことを聞きてあの女にも言い交わした男があったことと思うがそれはおめえも知ってるだろう」。は、 質問を変えましたこの小娘見かけよりは賢くって慎み深い祭りの口を開かせるのは用意の技でないと見て取ったのです私は何も知りませんでもおはぎさんは本心のしっかりした人でそんなことはなかったと思います伊豆屋の若旦那や網星の父親はまさかあんな人たちと丹波や八郎さんは 陰では褒めていました腰抜けとか何とか言われているけれどあんな立派な人はないって他には大勢男の方が見えますが別に祭りの答えには指したる駆け引きがあろうとは思われなかったのです。